こんにちは、ケイダーです。今日は近畿21の国貫通パーティーでクリアできたんで、その後付け解説動画になります。まあ、なんでこんなパーティーでやったのって質問あると思うんですけども、理由としては前回近畿21やった時にクリアモンスター見たらノンノアルファが結構上位に入っていて、まあこれ使えるのかどうかなっていうふうに疑問だったんで一回使ってみました。そうすると、まあ、かなり使いやすくて強かったんで一発でクリアできちゃったんですよね。なんで今回はその時の可能性を信じて結構厳選もしっかりしてきました。レベルの章もつけてきました。で、まあそれだったらクリアできるんじゃないかなっていうところで貫通パーティーのみで縛ってやってみました。まああくまでネタ攻略なんで参考にならないと思うんですけども、もしこのパーティー真似しようっていう方がいるんだったらば1体は反射入れた方がいいです。理由としてはこのバトル2がめちゃくちゃきついです。ここ以外はすると HP 全回復しないんですけども、このステージだけ毎ターン全回復するんで相当きついんですよ。今回はなんか茨城がクリティカル出してくれてネギ倒しちゃったんですけども、まあ、クリティカルが基本的には出ないものだし、あと剣とかも全然湧かないんでかなりシビアになってきます。一応そのクリティカルなし剣なしで抜くことも何回かあったんですけども、まあ、今回はなんかうまくいったのがこのクリティカル出た時のパターンだったんですいませんが、ちょっとそこはお見逃しください。でこんな感じで、まあ味方キャラを敵のスルトの裏にできるだけ集めて友情を出していきますけど、ただ HP が250万ぐらいあるんで友情全部出す、かつ殴りも 3,4 回しっかり入れないと倒せないんですよ。かなりシビアでしたねこんな感じで、しかも弾がね貫通制限なんですよ、厄介なことに。だからできるだけ早く反撃モードを付与してから弾を投下させて攻撃していくっていう割とめんどくさいバトル2でした。でここ以降は結構楽になります。味方友情を拾ってあげてかつ殴ってあげると簡単にするとも解けるんで、こんな感じですね。ここだったら多分 HP120-30万しかないんで割とサクッと倒すことができます。で本当に次のステージとかも結構楽で、ボス戦も結構楽なんですけども、まあ、霧がね、ちょっと感染霧が出てくるんで、やっぱり貫通2対反射1、茨城1とかの方が安定はするかなと思います。まあ、あくまでこれネタ攻略なんで、真似する方は、まあいないとは思うんですけども、もしやるのであれば、その辺考慮してください。ここ抜けると本当に楽になります。やっぱそのノンアルファの友情って全敵友情を持ってるんで、結構その友情に頼らないといけないところあるじゃないですか。反撃モード付与してからこのガシャとか殴るとこあるんですけども、まあそういうところで結構役に立ってくれます。あと茨城アルファのコピーブーストを利用すれば、まあ、今回紋章もついてるんでさらにね 1.5 倍、ノンアルファの友情コンボ 1.5 倍から紋章の 1.25 倍してくれるんで、遊撃エルの今回ノンアルファを連れていってるんですけども、これでコピーブーストしてあげるとガシャドクロにダメージが通るようになりました。全敵友情でこれね結構有効だでしたね。ここから友情で削っていきます。殴りも本当に強いですね。全く厳選してないんですけども、厳選してる茨城使ったらもっと楽できると思います。もちろん全然そのノンアルファ持ってないよって方で、茨城アルファ持ってるよって方だったら、全然殴り枠として連れて行ってもいいかなと思ってます。あとコピーがね、結構仕事してくれますね。次、バトル5でございます。で、関係ない話をするんですけども、もう間もなくプロツアーが始まります。で、今回、初戦は僕ら出ないんですけども、次の日、11月10日から僕らは試合に出ます。で今回のステージなんですけども、新ステージが4つありまして、残りはモンスト内の降臨クエストを使います。でその降臨クエストは、まあ、おなじみの山竹と、今回新ステージのマリステンを、超絶はその2つを使います。で、今回新たに出てきたのが、激究極を使うんですよ。モンスト内の激究極のクエストを使います。まあ、なんだと思いますか？どういうクエストだと思いますか？まあさすがに、なんか、光源氏とかないです。あんな簡単なクエストはないんですけども、割とめんどくさいクエストが出てきました。それは答えも早速言いますけども、
1個は甘いもんです。地雷管理がめちゃくちゃ大変な、その地雷ロボを倒したら一旦で地雷を撒かれる、かつ地雷のなんか所持、地雷のなんか何て言うんですかね、地雷の倍率アップかとかなんで、めちゃくちゃめんどくさいクエストなんですけども、あれとバロジカですね、貫通制限大量発生かつ反射レーザービヨーンってめちゃくちゃ時間ロスになる、あの反射レーザー撃ってくるものなんで、割とめんどくさいクエストが来ました。で、初日は山竹を使ったりしてマリー視点とか甘いもんとか見れないんですけども、2日目が甘いもんが登場します。で、逆に山竹はないですね。まあ、そんな感じで、その会場ごとに結構ステージ異なるんで、まあ楽しみたい方は、まあどんなクエストだったっけって山竹とかね、甘いもんとか触ってもらえるとより楽しめるんじゃないかなっていうふうに思いました。で、説打ってみます。こんな感じです。まあ強いですね。1回、弱点1回でこんだけ入ってますからね。2回当たればまあ8割ぐらい持っていけます。さあ、ボス戦入りましたね。まあ、ここからはまずは友情ゲーしていきます。ただまああれですね、弾があるんで弾にはあまり触れないようにしています。そしてスルトが登場で、このスルトもめちゃくちゃ柔らかいですびっくりするぐらい瞬間的に溶けます。こんな感じですね。で、こうなったらもう我のターンですよ。もう友情ゲーしていくだけです。ただ貫通制限弾だけご注意ください。さっき間違ったか、間違ってないか大丈夫です。すいません、自己解決しました。友情でこんだけ入ってますね。あのバロジカって貫通制限だったけど、思い返したところ貫通制限でしたね。勝つので、はい、こんな感じでね、めちゃくちゃ削れます。友情だけで超削れます。で、ここで一旦友情ロックが飛んでくるんですけど、茨城に今回はつけてなかったんですよ。で、この後何回か取ったんですけど、まあ、正直うまくいったのがこれが一番綺麗な形だったんで、まあ友情ロックなしでいいやと思ってやってます。まあ一応その何回かクリアできてるんで現実的ではあるんですけども、まあレベルの書とか、これ謎の入れ版ですね使ってるんで、まあ、だいぶその挑戦するに至っての難易度は高いかなと思いました。あのスピードが遅いキャラが貫通制限とかに引っかかるとマジで意味わからん挙動するんですよね。もうこれは仕様だと思うんですけども、結構昔からあるんで仕様だと思うんですけども、このなんか謎の挙動は読めないです。貫通入れ版って言うしかないですね。で、ここもサクッと解けます。で、この次が誰や、 3P か。まあノンアルファゲージを外してあげれば、 1P だった、ごめんなさい、ゲージ外してあげればブロック無効化できる、ブロック無効化じゃないか、アンチブロックつかないんで、そういうところでもやっぱ使いやすいですね。茨城はもうベースでアンチブロックついてるんで、まあ、どうしようもないんですけども。で、茨城をここでボスの下に配置します。友情をね、より当てるために。これも謎の入れ版ですね。帰ってきましたもうこんな感じで貫通制限の挙動は正直読めないです。まあもうこっからはノンアルファの友情当ててるだけなんですけど、まあ正直楽なんですよ。ボス戦からは結構楽なんですけど、ただ感染キーを本当に毎ターン打ってきてるんで、今回茨城をそのボス下に配置してるからそんなに食らってないように見えるんですけども、仮にこれノンアルファが下にいるとだいぶ食らうんで、まあそこだけは本当に気をつけてほしいですね。あの真似するならば、ここまずは反撃を使ってから削っていくって感じですね。まあやっぱり友情コンボロックかかっちゃうと友情出ないんで、向こうは欲しいですね。これも謎の挙動です本当に読めない、
どうなるんだ。今普通に貫通、上に貫通してくれると思ったんですよ。そしたらなんか下でなんかめちゃくちゃね、判定もらって下に帰ってきました。謎すぎた。まあ、多分予想なんですけど、2判定もらって止まった瞬間にボスの判定が、やっぱボスがいるんで押し出されて、あんな風になんか帰ってきてるように見えるんだと思います。多分ですけど。はい。で、スルトが基本的にレーザーバリア持ってるんで、まあ、先に倒したかったんですけども、まさかのこれ、ユーザー強すぎてラグナロクを先に倒しちゃうというね。そうすると次、スルトが右に行っちゃいます。こんなとこ行くんやって初めて知ったんですけど。一瞬で溶かしちゃいましたね。ただボスがね、投下してるんで、ここもしっかり友情拾って倒していきますが、ちょっとここの調整が大変でしたね。ラスゲのスルトもまあまあ HP 高いと思います、これ。さっきだったらすぐ溶けてたんですけども、なかなかこれね、溶けなかったんで。見た感じ200万ぐらいはありそうですよね。もうちょい少ないかな。150万ぐらいかな。結構ここで苦戦しました。ちょっと友情拾っていきます。うん、150万ぐらいありそうですね。この微妙な調整がね、大変でしたけどね。確かうまくいった気がする。 OK ですね。で、本当はね、茨城の SS マジでぶち込みたかったんですけど、多分この茨城をボスのこの下の玉とかの並んでるところですね、ここに置いてあげればワンパンできると思うんですよ。多分ね、あのレーザーの火力だったらいけると思うんですけども、もう今回は配置に失敗しとるんで、友情じゃなくてノンアルファの SS で削っていきます。だいぶ出ましたね。今回弱点2回拾ってラスゲっていうことで、多分ボスの HP も結構多いんですけども、それでもこんだけ削れました。まあ最近めちゃくちゃ気に入ってるキャラなんで、ノンアルファがめっちゃ気に入ってるんでよく使ってるんですけども、本当に強いですね。こんな感じで無事に貫通4体でクリアができました。まあ本当にもしノンアルファ持ってる方は、まだ厳選してないという方は本当に厳選してほしいです。マジで強いんで。そんな感じで、まあ、茨城アルファとノンアルファでクリアしてみました。まあ、やるならば反射一体はぜひ入れてください。それではご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録の方お願いいたします。それでは、バイバイ。